瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の。つぼみちゃんおかえり。やっぱこれが花咲だよな。なんだか久しぶりだね。待ちくたびれたわよ。ごめんねみんな、私の知らない間にいろいろあったみたいで。いろいろあったどころじゃないわよ、あんたグレにグレまくってたわよ。そうそう、俺たちもいきなり花咲が不良になったからびっくりしたぜ。やっぱりつぼみちゃんは黒髪が似合うね。つぼみちゃんどう、あれから体調とか特に変わりはない？うん大丈夫、お騒がせしました。でもあれだな、いざ金髪の花咲がいなくなるとちょっと寂しさもあるな。つぼみちゃん私ガタガタしてる。まどかちゃんちょっとキャラ変わった？自分でも全然覚えてないんだけど、うっすら残ってることがあって、目覚める前誰かが私に呼びかけてたの。さっさと起きろ、待ってる人がいるぞって。ちょっと怖かったんだけど、でもどこか優しさがあったんだよね。それ多分金髪の花咲さんね。そうか、あの子がつぼみちゃんを返してくれたのか。今度は違う形で会えたらいいな。あらつぼみちゃん、金髪から黒髪に戻したのね。やっぱりそっちの方がしっくりくるわ。そうなんです、私もびっくりなんですけど、でも金髪のつぼみちゃんも新鮮でよかったよ。なんならあのはっきりした性格私は嫌いじゃなかったわよ。花咲とは真反対で、性格もきつけりゃ運動神経は抜群だったけどな。そうそう、なんだったら陸上部のお手伝いしてたよ。え嘘、私が？花咲さん今日も陸上部来てくれます？もう花咲さんがいないと私たち無理だよ。ごめんなさい、私運動できない花咲つぼみになりました。いやよかったよかった、つぼみちゃんも元に戻ってきたし、これでまた撮影が再開できるな。すみません、ご迷惑をおかけしてしまって。前の私は撮影協力してくれなかったんですか？全くしてくれなかったよ。ただ自分を貫いてるっていう部分に関してはつぼみちゃんと同じかもね。大丈夫、つぼみちゃんがいない間俺が小暮チャンネル復活しといたから。よかった、事務所潰れてなくて。いっぱい休んだ分これから私めちゃくちゃ頑張ります。それじゃあ動画のストックが欲しいからロケとかやってきたらどうだ？ちょっとの間動画お休みしてたしさ、その理由を海とか散歩しながらゆっくり話したらいいんじゃね。まだ復活して間もないし、そのぐらいの緩い企画でいいんじゃないかな。わかりました、行ってきます。どの辺で撮る？桐ヶ谷くん。そうだね、この辺だったら灯台でいいんじゃないかな。画面映えもするし景色も良さそうだし。ああ、私ももう一人の自分に会ってみたかったな。悪い子じゃなかったけど、でもつぼみちゃんとは本当に真反対の性格だったよ。でもやっぱり自分がやってきたことをほとんど忘れてしまってたのは悲しかったな。例えばいじめをなくそうっていう活動をしてたり、関さんたちのことも忘れてたり。それはね桐ヶ谷くん、多分なんだけど私が悲しい思いをしてきたからだと思う。そりゃ私だってもういじめられたくもないし、いじめをしてる現場だって絶対見たくない。それに関さんが亡くなったことだって本当は思い出したくもないよ。きっともう一人の私は、私がそういう悲しい思いをしないようにそういう性格になったのかも。なるほどね、つぼみちゃんらしい答えだね。もちろん今は全部受け止めて頑張るけど、ほら早く撮影しよう。久しぶりだなここの灯台登るの。それじゃあこの辺で撮影しよっか。わー景色いいね、今日は天気もいいし、ここで正解だったね。あ、桐ヶ谷くん、もしかしてまた勝手にカメラ回してる？あは正解。だってつぼみちゃん回してない時結構いいこと言ってたりするから。ちなみになんだけど桐ヶ谷くん、今日は台風とか大雨来ないよね？多分大丈夫だと思う。僕もさっき天気予報見たけど普通に晴れだったよ。ただ海沿いはもともと風が強いから、ここ高いところだし気をつけてね、つぼみちゃん。つぼみちゃん、キリガヤくん助けて。まずい、待っててつぼみちゃん。つぼみちゃん
すぐ助けるからね。うわ、なんだ、急に水流が強くなってきた。もしかして津波？つぼみちゃん、つぼみちゃん、しっかりして、つぼみちゃん。あれ、ここは？よかった、目が覚めたんだね。びっくりしたよ、海に落ちちゃったから。ごめん、霧ヶ谷くん。急に風が強くなったからびっくりしたよ。それより、ここは一体どこ？一応、つぼみちゃんが眠ってる間、少しだけ周りを見たんだけど、誰もいない無人島みたいなんだ。この船も昔漂流しちゃった船なのかな。中もぐちゃぐちゃになってて少し危ないから気をつけて。どうしよう、これじゃ私たち帰れないよ。はっしゅ、寒い。つぼみちゃん、そのままだったら風邪ひいちゃうよ。僕が何とかして火を起こしてみせる。あったかい、霧ヶ谷くん、さすが。ポケットの中に入れてたライターが少しだけ火がついてよかったよ。でも服がびちょびちょで気持ち悪い。つぼみちゃん、服は脱いだ方がいいよ。だって乾くの遅くなっちゃうから。そうだね、私も気持ち悪いし、ちょっと脱ぎたいかも。ごめんね、霧ヶ谷くん。なんか私、迷惑かけてばっかりだね。そんなことないよ。何にも迷惑なんてかけてない。むしろ、今までずっと迷惑をかけていたのは僕の方なんだから。霧ヶ谷くん、またそういうこと言ってる。もう、昔の話はやめよう。私たちは過去を生きてるんじゃなくって、今を生きてるんだよ、霧ヶ谷くん。昔、どんなに嫌なことや辛いことがあっても、今が楽しかったらそれでいいんだと思う。誰にだって間違いの一つや二つあるよ。それぐらいは許してもらわないと、神様ちょっと意地悪だよ。ありがとう、つぼみちゃん。つぼみちゃんにそう言われたら少しだけ心が救われるよ。っていうか、霧ヶ谷くんは彼氏なんだから、この姿でも別に見られても大丈夫だよ。ごめんごめん、言って、このつぼみちゃんに会うのちょっと久しぶりだから気を使っちゃって。あ、もしかして霧ヶ谷くん、前の私のことちょっと好きになってた？それはちょっといけずな質問じゃない。僕はどんなつぼみちゃんも好きだよ。霧ヶ谷くんのその答え方もちょっとずるいけどね。嘘、本当は今のつぼみちゃんが一番好き。一緒にいるだけでドキドキするし、好きって気持ちが溢れてくる。どうしたの、霧ヶ谷くん。ちょっと、霧ヶ谷くん、これはちょっと恥ずかしいよ。寒いからくっついた方が暖かくなっていいでしょう。それに私太ったから重たいよ。デブだからごめんね。そんなことない、全然軽いよ。むしろ軽すぎるくらい。ねえ、つぼみちゃん、誰も見てないし、いいよね。なんか今日の霧ヶ谷くん、積極的だ。お前ら、何してる？人がいたんですか？僕たちはここに漂流しちゃって。そうなんです。今、焚き火して体を温めてたところで。今、イチャイチャしてた。ずるい、俺もしたい。どこの国の人だろう？おい、リュウジ、何やってんだよ。あれ、人がいるじゃん。霧ヶ谷くんにつぼみちゃん？何やってんだ、二人とも。タイガさん、ここは無人島なんじゃ。よく知ってんな。もしかして YouTube の撮影かなんか？ここさ、昔俺たちも流れ着いちゃった島で、今でもたまに遊びに来るんだよ。タイガ、この二人、無人島っていうのを利用してイチャイチャしてたぞ。はっは、なるほど、そういうことか。それじゃあ邪魔しちゃ悪いな。俺たち帰ろうぜ。違います、助けてください。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。